北陸地方や北日本の日本海側のエリアも曇りや雨と。この後も台風12号の影響を懸念されますので、最新の気象情報や各地方自治体から発表される情報、そして平日ということもありますので交通への影響も懸念されております。最新の情報をこまめにご確認ください。